どうもこんにちは、特化軍です。小野寺です。佐藤です。今日はね、自衛隊のサバイバルろ過装置を作りたいと思っています。ろ過装置とは、泥水や汚い水を飲料水に変える装置です。ろ過装置で泥水とか汚い水がね、飲料水にできることはもう分かってるから、コーラだったらどうだろう。コーラ。まずはろ過装置を作りましょう。まず使うものは炭、砂、続きまして砂利。やっぱりね、砂利とかは洗わないとね。でも思ったんですけど、水飲むのに水出すってどういうこと？水飲むためのろ過装置のために飲料水を使って洗ってることのこの矛盾か。これね、口のところに穴を開けてます。ちっちゃい。あ、ろ過するために。そう、ここからね、ろ過されたのが出てくる。ここの頭のところ、これ切ります。お、ここはケツだけ切ります。ケツだけ。ペットボトルにこのね、砂利から入れていきましょう。砂利からね。砂利から、はい。砂利をね、だいたい3分の1ぐらい。はい、このぐらい。うん、はい、うん、入れてた炭入れ終わりました。炭、大きい石、炭。はい、ここに砂を入れていきます。砂、うん、なんだっけこれ、こういうアイスあるじゃん。なんだっけ、パピコ。パピコ。パピコ。これパピコだな。パピコ。この上に、布を敷き詰めます。あ、それ使うのね。押し込む。完成しました、サバイバルろ過装置。おお。これでね、泥水を注ごうが、汚い水を注ごうが、全部ろ過されて、炭で吸収されて、ここの小さい穴から飲める水が出てくると。透明になるの。そう。おお。まあ、コーラ、もう早速行ってみましょう。じゃあコーラ行きたいと思います。お願い、頼むよ、水になってくれ。あはははは。もうちょっと待って、上の、この布がガッとします。頼むぞコーラ、水になってくれ。垂れてますけど、横から。出てない、まだ。頼むぞコーラ。頼むよ。か、ろ過装置頑張れ。行ってる行ってる行ってる。入ってるよ。まだ来てないね。まだ来てないよ、下は。まだろ過中。ろ過中。まだ来てない。はい。ろ過してんのかな、これ。どうなってんの、中。こんな遅いっけ。あ、来た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 。あ、ちょっと待って待って。すごいすごいすごい。え、ちょっと待って。透明じゃない？透明だ透明だ。ほらほらほら。来た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 。来た来た、すごい。コーラが。コーラが透明？ん？透明。うん。いや、麦茶より薄い。すごい、色が。いや、麦茶より薄い。わぁ、来てる来てる。薄いよ、色が。ほんとに。なんだろう、味の想像がつかないね、これ。うっ、完成。うわ、色がね、全然違う。まあそうですね、僕たちは真水にしたかったんですけど、でもこれはすごいよ。これね、特に本当に不純物も何にも入ってないね、これ。砂とか入ってない。砂も思ったより入ってないし、炭も全然入ってない。全然ないね。ね。どう？水。水？え、コーラの味は？コーラの味はない。ない？ない。なくなった。お、すげえ。されてる。炭酸がない。あと。炭酸がない。炭酸がない。でも、これほんとコーラじゃないわ。コーラじゃなくなるでしょ？うん。ね、風味はないし、かといって甘みもないから、うん。結果から言うと、うん。コーラでいいな。皆さん、この味をね、知りたい皆さん。はい。炭酸がなくなったコーラを、このぐらい入れて、はい、全部水で割ってください。なると？この味になります。気になった人はぜひ。はい。今日はね、大成功だったね。今日も。なあ、おい。めっちゃ飲むね。意外といける。いける？いける。でもコーラとどっちが美味しい、それ。コーラ。なんだよ、コーラの方がうまい。